アンリ・フランソワ・ダゲッソウアンリ・フランソワ・ダゲッソウは、フランスの貴族、政治家、大法官、リモージュ出身。家は、治安判事の家系で、父アンリ・ダゲッソーは、メッツの高等法院に勤務する世襲の報復貴族で、リムーザン、ガロンヌ、ラングドックの各地方総官を歴任した人物であった。1685年に、パリに呼び戻され国務卿となり、以後、 小務国務会議委員長、摂書会議財政担当委員を歴任した。アンリ・フランソワ・ダゲッソーは、早くから、父の手ほどきによって、若干ジャンセニズムの宗教的原理が混じった思想を、形成した。ダゲッソーは、ジャンドマの下で法学を学び、法官に必要な法律書、法務について、影響を受けた。十一歳の時、国王ルイ十四世への父の影響力もあって、 パリ高等法院国王代理に任命された。高等法院での最初の演説は、彼の雄弁と法に関する学識の深さで周囲に、感銘を覚えさせた。事実、打月ーは、フランスの法廷におけるの最初の雄弁家であった。1700年、法務総監に任命される。打月ーは、法務総監に17年の長期にわたり在任し、当時、 異端とみなされたキエティスムの問題や、ローマ教皇クレメンス11世が出した会長区、ウニゲニクスをめぐっては、ガリカニスムの立場から、フランスの権益を擁護した。1717 17年2月、ルイ15世の摂政ウォルレアンコフィリップ2世の顧問となる。しかし、同じく摂政,の財政顧問であったジョンローの経済政策に反対し失墜した。1720年、 ローの政策は取り付け騒ぎが起こり失敗。打ソ層は、公論を鎮めるために復権する。報復貴族出身にふさわしく、手堅い法務行政の手腕で危機を沈静化することに、成功した。しかし1722年3月1日、打ソ層と対立していたギオーム・デュボワが、主席大臣となり、失脚死傷炎でコネイントン生活を送る。この間、 各国語聖書の比較や法律、哲学、文学、造園などに費やした。1727年、フルーリー数奇教によって宮廷に復帰し、8月15日に大法官に任命された。大法官となったダゲソは、国王と高等法院の間に立って、両者の調停に努力した。公職復帰後は大法官としての職務に専念した。大法官としては、 単一法典を編纂し、フランス法の再編成を企としたが、これは実現を見なかった。また地域による法律の多様性を問題視し,し法律、及び判例の統一を推進しそのための規則も制定した。これらの業績により、アンシャンレジームにおける法律家として、ミシェル・ドロッピタルやクレティアン・ギヨーム・ドラ・モア・ニョンド・マルゼルブと並び評価されている。 治安判事としても活躍し、三詞門校の改装録では職務に誠実であったことが記述されている。1750年に引退し、翌年の1751年2月9日に82歳で死去した。ありがとうございます。